皆さんどうもご無沙汰しております。パクセイレンでございますけれども、ここは神奈川県藤沢市 JR 東海道本線の辻堂駅です。藤沢市の駅といってもですね、もうすぐそこ、あのマンションの裏側あたりなんかはもうすでに神奈川県茅ヶ崎市となっておりまして、茅ヶ崎市民の方の利用も非常に多い駅。今回はこの辻堂駅に2021年の3月のダイヤ改正から停車し始めました新しい通勤特急湘南号についてのご紹介をしていきたいと思います。 JR 東日本では2012年以降、高崎線、中央線、常磐線で運転されていたそれぞれの通勤ライナーを特急列車に格上げするということをやっていましたが、それらは全て新型車両の導入、そして旧型車両の置き換えと同時に行われていました。東海道線では1981年から永続的に185系国鉄型特急車両が使われておりまして、それを置き換えない限り東海道線での、まあ、それらの座席未指定券とか、まあ、スワローサービスって高崎線では呼ばれてますけどね、そういった座席未指定券サービスの導入は不可能だと言われていましたが、この2021年3月のダイヤ改正でその185系が定期の特急踊り子号から引退したことに伴い、東海道線の特急車両は E261系サフィール踊り子号、そして E257系2000番台2500番台特急踊り子号で統一をされるということになりました。このため185系がもう東海道線で運用されるということはなくなりましたので、じゃあこれで東海道線でも座席未指定券サービスを導入できるねということで、この2021年3月の13日から特急踊り子号、遅れて2021年3月の15日からはちょうどやってきましたね、こちらです。特急湘南号での座席未指定券サービスの運用が始まりました。そしてこの特急湘南号というのは湘南ライナーの後継ぎということでですね、まあ実質湘南ライナーあれ快速だったんですけど特急に格上げしたんですね。なんで当時湘南ライナーが停車していた藤沢、辻堂、茅ヶ崎、平塚、二宮、そして神津の各駅に特急列車が止まるようになりました。まあ大船はね、もともと特急列車止まってましたし、それから藤沢も、まあ、小田急になりますが昔から特急ロマンスカーの停車駅になっていました。また茅ヶ崎と平塚、それから神津に関しても昔特急列車の停車があったんですが、おそらく辻堂とそれから二宮に関してはこの特急湘南号が開業後初めての特急列車の停車になるんじゃないですかね。なので今回はこの辻堂から品川まで地元民からこの特急湘南がどのように受け入れられているかというのを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと前置き長くなりすぎましたかね。今回もうすでに特急券は持ってあります。本日買いました辻堂から品川までの特急湘南12号の特急券です。760円。辻堂から品川まではギリギリ50キロ切ってますんで、特急料金も安いんですね。760円ということになっています。これ辻堂から品川じゃなくて辻堂から東京になっちゃうとね、一気に値段爆上がりして1020円になっちゃうんですけど、品川までだと50キロギリギリ営業キロで切りますので760円という、まあ、比較的そのプラス200円ぐらいですからね、そこまでダメージにはならないぐらいの金額で乗ることができます。これが辻堂駅と指定席券売機です。もともと使われていたライナー券売機を指定席券売機に交換するのかなと思ったら、そういうことはしなかったみたいですけどね。見てみると画面のところ、左上のところに特急湘南東京方面今すぐご乗車という画面が追加されています。もともとね、中央線とか常磐線で今までも腐るほど見てきた画面がもう今目の前で広がってるわけですけど、これ新橋が出てるんですよね。で、辻堂から出ていく特急は全て新橋には止まらないということになってるんですが、この辻堂に止まる上りの特急は湘南2号、4号、12号、14号ということになっていて、全て新橋には止まりません。ただ、おそらくシステムの共通化の関係で新橋を消すことができないからこういうことになってるんじゃないですかね。多分消すことができたらね、品川と東京しか出さないと思うんで。辻堂駅の改札口横に掲示してある時刻表です。6時34分発、6時50分発。そして飛んで8時26分発、8時46分発、赤字で書いてあるこれらが全て特急湘南号です。丸で囲われた数字はそれぞれ号数を表しています。土休日の方はもちろん特急湘南号平日のみの運転ですから、まあ、当然ですけどね、この辺りには書いていません。平日夜のところを見ると18時47分発特急湘南1号を皮切りに23時45分まで毎時1本から2本程度特急湘南号が辻堂に止まることになっています。東京発の特急湘南号は全部停車しますが、新宿発の列車は止まりません。辻堂を頻繁に使っている身としてはやはりこの表示は感動的です。特急湘南8時26分東京14両、特急湘南12号東京14両、この特急湘南それから特急踊り子号が E257系で全て統一されるまでは東海道線で14両編成の列車はサンライズしかありませんでしたから、もちろんこの辻堂駅で14両という表示が見られるのもこの特急湘南がデビューしてからということになっています。やっぱすごいですね、この特急湘南12号、まあ、やっぱね、特急列車ですからやっぱり輝いて見えます。
小田原方面から自動放送がかかる中姿を現しました東京行きの特別急行湘南12号です。前よりの5両が E257系2500番台、もともと暴走特急で使っていた E257系500番台の改造車、後ろより9両が E257系2000番台、こちらは中央線特急あずさ号開始号などで使っていた E257系0番台からの改造車ということになっています。こうやって見てみると12号の乗車率はそんなに高くないですね。僕前4号に乗ったんですけど、4号はでもめちゃくちゃ混んでたんですが、まあ、あれはね、もしかしたらデビュー初日だったから、まあ、みんなお試しで乗っているというのもあったかもしれませんし、それから時間帯の問題というのもあったのかもしれません。側面の行き先表示は特急湘南指定席東京となっています。8時26分定刻で辻堂号発車、この先藤沢、大船、品川、終点東京の終に停まります。湘南ライナーの特急格上げというバージョンですから、もちろん横浜には停止しません。それから戸塚とか、まあ、川崎にも止まらないということになっています。この辺りは湘南ライナー、それからもう廃止されてしまいました通勤快速と同じですね。それでは坂井正幸さんによるありがたい車内放送をぜひお聞きください。この列車は特急湘南12号東京行きです。次は藤沢に停車いたします。辻堂を出てからほどなくして、まあ、大体3分ぐらいですかね、列車は次の停車駅藤沢に到着。 JR 東海道線の他に小田急とそれから江ノ電が伸びています。藤沢と新宿の間で、まあ、この特急湘南12号は東京に向かうので関係ないですが、向こうに止まっています新宿行きの小田急ロマンスカーモーニングウェイ号と、それからこの特急湘南の前身となるおはようライナー新宿号はライバル関係にありました。運賃では小田急の方が安い、しかし料金では JR の方が安いというねじれ現象が起きていましたが、この特急湘南号のデビュー後は運賃料金ともに小田急の方が安くなっています。列車は大船を出発、まあ、藤沢はね小田急という選択肢がまた別にあったので、まあ、関係ないんですが、大船というともう東京方面に向かう選択肢は JR しかありませんので、大船からの乗車が結構多かったですね。僕の隣には人は来なかったけれど、でも藤沢の 1.3 倍ぐらいかな、これぐらいのお客さんがやる乗ってきたような感じはしましたね。この大船の次、通常の特急踊り子号でしたら次の停車駅は横浜ということになっているんですが、横浜も川崎も吹っ飛ばして次は品川です。列車は東戸塚を通過しまして、ここで一時的に横須賀線東海道貨物線でお別れとなります。横須賀線はトンネルを抜けた後すぐにまた戻ってくるんですが、東海道貨物線と次に会うのは鶴見付近となります。乗車率はだいたいこんな感じ、6割ぐらいかな、2人掛けのどちらかだけが埋まっている座席が大半で、まあ、ちらほら2人掛け両方とも空いている座席というのもありました。列車は大都会横浜を通過します。隣8番線でこの列車の通過を待っている普通列車は、これは辻堂を5分前に出発した上野東京ラインの高崎行きです。この高崎行き、高崎県内では快速ウーバンとして運転するため、まあ、実質特急が快速を追い抜いているということになります。湘南ライナーは着席を保証する列車であって、特達性はそこまで重要視されていませんでしたから、このように途中駅で天候の普通列車を抜くということはあまりありませんでしたが、今度は特急ですからね、天候の普通列車を横浜とか大船とか平塚とか、そういった追い抜きができる駅で後から颯爽と追い抜いていく、そういうダイヤがこの2021年改正では誕生しています。列車は今度川崎を通過します。川崎駅は2018年の11月にホームの拡幅工事を行ったため、反対側に止まっている下りの普通列車がかなり遠くに見えているように感じます。川崎からも非常に多くの乗車があり、お客さんがホームでたくさん待っているのが分かりますが、しかしこの列車は通過をしてしまいます。多摩川を渡って、そして列車は東京都に入ります。神奈川県から東京都へ。この次の停車駅は普通列車であっても快速であっても、そしてこの特急であっても品川ということになっています。向こうに見えておりますのは京浜急行、ちょうどあれは快特かな、なんか西武電車みたいな黄色いやつが走ってますけどね、あれがいわゆるイエローハッピートレインというやつですかね。こちらの駅は京浜東北線の大井町、もう前の列車に控えてしまってるんですが、特急といえどそこまで速いスピードを出すということはできていません。ホームにはお客さんが、あ、でもこの辺はめちゃくちゃいるな。おーおー、なんか すごいぞ、なんかあれは東急からの乗り換えのお客さんですかね。さて今回辻堂から品川まで湘南12号に乗ってきたわけですけども、全体的な感想としてはやはり以前乗った湘南4号の方が乗車率としては高かったですかね。あちらは確か東京にね7時50分頃に到着するダイヤだったんで、まあ、ちょうどいい感じにね、あの出勤の時間とマッチするわけなんですが、ただこちらは東京駅に9時台の到着となりますので、
まあ、やはりちょっとね、通勤特急としては時間がまあ遅いのかなという印象がありました。もうちょっと早いね、特急湘南6号、8号、10号あたりを使えばもうちょっと乗車率は高かったかもしれませんが、まあ、やはりその時間帯となるともう東海道の旅客船というのは非常にもう最悪の混雑を見せるわけですから、まあ確かにね、この辻堂に停車する特急湘南号が少ないというのもまあわからない話ではありません。それからね、意外だったのが、まあ、あんまりね、品川で降りるお客さん多くないのかなと思ってたんですけど、そうでもなくてね、結構ね、ずらずらずらーとも列をなしてお客さんが大量に降りてきました。ここから先、おそらく京浜東北線とか東海道線の高速に乗り換えて、まあ、浜松町とか新橋とか、そういった湘南号が停車しない各駅に向かうお客さんたちが、まあそうやって降りていったのかもしれません。この列車やっぱり時差通勤にはね使いやすいかもしれませんけど、ただ通常の時間帯で出勤される方にとってはまあ使いにくい列車でしょうね、きっと。ということで今回は2021年3月のダイヤ改正で、それまでの湘南ライナー、おはようライナー、新宿ホームライナー、小田原に代わりデビューした東海道線の通勤特急湘南号のご紹介をしてきました。これ結構ね使い勝手良くて快適な列車なんで、皆さんもぜひ一度はご利用になってみるといいと思います。そこのいい号なわけ、アンチの皆さんもぜひ一度はお試しください。それでは今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。